明智光秀とも親交が深く、秀吉、家康による迫害を受け、マニラで亡し、正義を表すジュストまでキリシタンの中では知られ、しかし、その実は、盟友明智光秀を裏切ったことを悔やみ、キリシタンを迫害した秀吉、家康を恨み呪って、その高山右近が黒魔術の軍師であったとはな。さすがは最強の陰陽師と言われるお方、私の存在に気づいていましたか。見事な策であった。黒魔術の兵力に貴殿のような軍師が現れるとは、もはや黒魔術の力は強大すぎると言えよう。家紺を断つということですか。右近殿、生命の力を侮るでないぞ。ガラシャ様、敵を知るにはまずは血を争うことが大切でしょう。高山右近、この生命が相手してやろう。